2014年12月3日種子島宇宙センターから小惑星探査機はやぶさ2を搭載した H2A ロケット26号機が打ち上げられました。挑戦が力を生み、継続が力を深めるというキーメッセージを携えて小惑星 1999JU3 を目指して旅立ったはやぶさ2。 JAXA の米倉さんにはやぶさ2のミッションについて聞いてみました。こんにちは米倉さん。こんにちは星野くん。挑戦が力を生み、継続が力を深めるというキーメッセージにはどんな思いが込められているんですか？はい、はやぶさの、いろいろな経験、失敗や、成功したいろいろな経験をはやぶさ2に生かし、そして、はやぶさ2の中で新しい、技術、新しい挑戦も入れて、はやぶさ2の、探査機が出来上がっています。その中にはいろいろな人たちの、新しい、思いや、力や知識がいろいろ詰まっていて、それがはやぶさ2として出来上がったものです。はやぶさ2の今の状態を教えてください。はい、はやぶさ2は、打ち上がった後、太陽電池パドルやいろいろな機器を展開して、はやぶさ2が、生きるためのまず、ミッションを行いました。その後、その他のいろいろな機器の初期機能確認と呼ばれる、正常に動くかどうかっていうのをいろいろ確認して、今は、定常運用、新たな航海に向けて出発したところです。はやぶさ2には多くの寄付金が寄せられたそうですね。そうですね、皆さんからたくさんの寄付金をいただきました。この寄付金を使ってはやぶさ2にはカメラを一つ搭載しました。このカメラを使ってこのサンプラホーンが伸びるところを映しました。それから、追跡管制のシステムに、電波の状態をいろいろ見る機械があります。この機械の拡充にも寄付金を使わせていただきました。皆さんどうもありがとうございました。はやぶさ2は打ち上げられてからいろんな初期機能の確認を行いました。小惑星 1999JU3 への長い航行に向けて準備万端。イオンエンジンを、はやぶさ2は積んでいます。このイオンエンジンがうまく動くかどうか、まずチェックしました。それから、イオンエンジンが24時間連続で、動くかどうか、これをチェックしました。これはイオンエンジンが小惑星に到達するために必要な機器だからです。これはうまく成功しました。それからはやぶさ2にははやぶさよりもさらに大容量いっぱいの情報を地球に送るためのアンテナ、携帯アンテナと呼ばれるものが載っています。この通信の試験にも成功しました。はやぶさ2は今どこを飛んでいるんですか？はい、はやぶさ2は今地球から約4600万キロという遠さの距離にいます。4600万キロというのはまず、光は1秒間に30万キロ進みます。1秒間に光が進む距離というのは、約地球7周半分の距離です。はやぶさ2と地球との距離はだいたい今、2分半ぐらい光の速さで、遠いところにいます。はやぶさ2の追跡管制について教えてください。はい、はやぶさ2とは、JAXA の長野県、にある臼田宇宙空間観測所、ここに64メートルのパラボラアンテナがあって、はやぶさ2とは電波を使ってお話をしています。で、電波を使いながらはやぶさ2の位置を、知ったり、それからはやぶさ2の健康状態を知ったり、はやぶさ2に指令を送ったりしています。この指令を送ったり、
健康状態を知る作業は JAXA の相模原キャンパスにある管制室の中でやっています。24時間追跡管制をしているんですか？そうですね、新宇宙を飛んでいる探査機はやぶさ2もですけど、長野県のこの64メートルパラボラアンテナからはやぶさ2は1日にだいたい7時間ぐらい見ることができます。お話しすることができます。で、7時間のうちに指令を送ったり、健康状態を確認したりという作業を行っていますが、この見えない時間帯というのははやぶさ2の中にレコーダーがついていて、この中に健康状態を貯めておくことができます。この健康状態を貯めた情報を64メートルパラボラアンテナが見えた時に一気に下ろしてくることができます。で、重要なイベントの時には NASA の新宇宙ネットワークという世界にあるパラボラアンテナ、これも借りて、この時には24時間で情報のやり取りをしています。小惑星 1999JU3 へはどんな風に向かうんですか？はい、今年の冬ぐらいに地球スイングバイというのをやります。で、その後小惑星に向かって、行くわけですけども、これが2018年初夏ぐらいに小惑星に到着する予定です。はやぶさ2は小惑星で、サンプル採取に挑戦した後、2019年冬頃に小惑星を出発して、地球に向けて、帰還する旅立ちに入ります。地球には2020年の冬頃に帰ってくる予定です。はやぶさ2のプロジェクトへの意気込みをお願いします。はやぶさ2はまだまだ旅が始まったばっかりです。これからもはやぶさ2を開発した担当の人たちの、知識と技術を結集してチームワークでやっていく必要があります。なので、このチームワークを最後まで継続してみんなで頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ツイッターでははやぶさ2の最新情報や皆さんからのメッセージを紹介しています。みんなはやぶさ2を応援してね。